はい、ドラミです。現在ですね、私は兵庫県中部にございます神崎郡ですね、道の駅銀の馬車道上川さんの方に来ております。ということで今回はですね、私が住んでおります地元兵庫県といってもですね、ちょっと私が住んでるエリアから少し離れておりますけども、この地元を代表する林道ですね、林道笠方線、こちらを走っていこうというふうに思っております。林道についてはですね、昨年は、部分的ではございますが、徳島県にございますスーパー林道だったり、あるいは天空の林道などを走ってきましたが、地元の林道を走るのはですね、今回が初めてでございます。ということでですね、かなり山深いところにございますので、積雪凍結しているかと思いますが、今回はですね、今季履いておりますスタッドレスタイヤですね、グリップマックスさんのホワイトレターがついたスタッドレスタイヤ、こちらの性能だったり、あるいはですね、そもそもこの私が乗っております軽バンエブリーですね、フルタイム 4WD というふうに言われておりますけども、こちら実際のところはスタンバイ式4駆というふうに言われております。このあたりのですね、性能を確かめながら林道の方をですね、走っていきたいなというふうに思っております。ということですね、現在時刻の方がですね、朝の11時となっておりますので、早速ですね、林道の方に入っていこうというふうに思っております。はい、ここがですね、林道笠方線の入り口となっているようでございますが、はい、現在ですね、笠方林道の方に入ってきましたが、はい、上の方に登ってきますと結構積雪の方がですね、残っておりました。現在雪の方なんですが、私の人差し指が第一関節から第二関節ぐらいですかね、こんな感じで雪がですね、残雪しております。現在のところですね、まだスタッドレスタイヤだけで走っておりますけど、全然問題なく走行できております。ではですね、引き続いて進んでいこうと思います。はい、ということで林道笠方線の方ですね、走ってきました。まとめますと、積雪路もありましたが、舗装路、あとダートですね、はい、まんべんなくあってですね、林道好きの方からすると少し物足りないのかもしれないんですが、私のような初心者からするとですね、すごく走りやすい林道だったと思います。ということで現在はですね、時刻お昼の1時30分となっておりまして、このまま帰るのはですね、ちょっともったいないような気もしておりますので、この笠方林道のですね、まだちょっと少し北側にですね、
阿波ヶ山林道っていうのがあるということなので、もう一本ですねそちらの方に向かって、まあ、走れるのであればですね、この阿波ヶ山林道の方も一度走ってみたいなというふうに思っております。それではですね向かいます。はい、ということでですね、阿波ヶ山林道のおそらくこちらは多分出口付近になるんでしょうかね、までやってまいりました。まあ、積雪はそこそこありそうなんですが、なんとか入っていけそうなので、まあ、行けるところまでですね一度入ってみようというふうに思います。はい、こんな感じでですね、ちょっと少しスタックしてしまったので、今からですね、スコップで雪をかきながら、ちょっと脱出していこうと思います。はい、ということでなんとかですね脱出できました。この先もですねこんな調子だと思いますが、もうしばらくですね進んでみようと思います。わだちができてここも大丈夫そうですね。ここも大丈夫そう。はい、ということでですね、今からタイヤチェーンの方をはめていこうというふうに思いますが、今回ですね、私が持ってきましたのがこちらですね、ルッツっていうですね、金属製の亀甲型のタイヤチェーンとなります。まあ、前回はですね、ウレタン製のタイヤチェーンの方を持ってきてたんですが、ちょっとね、耐久性に心配があったので、今回は金属タイプのですね、こちらのタイヤチェーンの方をはめていこうと思います。まあ、こちらのいいところはですね、こう走っていくうちにだんだんなんですね、こう増し締めされていくといったですね金属チェーンになっているようなので、今からですねはめていこうというふうに思います。もの自体はですねこういったものになっておりまして、これをまず下から通してですねはめていくようでございます。じゃあはめていきます。はい、ということでですね、タイヤチェーンが裏側に回りましたので、まずタイヤの奥側をですね固定していきます。反対側、前側ですねを次はこちらも固定。大丈夫ですかね。じゃあこれではめていきます。そして最後にストッパーを解除してあげると、これで大丈夫かと思います。ちょっとですね今からちょっとだけ微調整の方します。ということで少し格闘いたしましたが、無事ですねこのロッドのですねタイヤチェーンではめることができました。今のところですね特に問題なくきちっと締め付けができているかと思います。反対側も見てみましょうか。反対側がこんな感じですね。ではですねこれからまたこんな感じなんですが、今からちょっと走っていこうと思います。
はい、ご覧のようにですね、割と勾配のある坂道で、結構積雪がありましてですね、今現在は雪がですね、私の手がずっぽりなので、おそらく30センチぐらいでしょうかね、あるような状態。リフトアップしておりますけれども、2インチアップのリフトアップだとですね、やっぱりお腹を吸っているような状態となっております。ということで、もう一度だけトライしてですね、無理そうならば、まあ、時間もですね、夕暮れに近くなってきたので引き返そうかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、チェーンをはめてですね、何度かアタックしていましたが、どうしてもですね、わだちが深いところがありまして、私のですね、2インチアップのリフトアップしたエブリィではですね、やはりちょっと突破するのは無理でした。ということで、今から引き返ししていこうと思います。ということで、方向転換が終わりました。しばらくですね、積雪がありますので、タイヤチェーンはめたまま、降りていきます。この辺りはね、まだ轍が低かったんで突破できたんですが、やはり30センチ超えてくると、やっぱ2インチアップ程度のエブリだとですね、やっぱ厳しいようですね。やっぱそこはやっぱりさすがジムニーなんじゃないかなと思いました。ジムニーとね、エブリィの差をですね、見せつけられたようなですね、気持ちでしたですね。ただ、まあ、荷物がいっぱい積めるこの軽バンのエブリィで、まあ、そこそこですね、まあ、普通車では絶対入っていけないようなですね、まあ、こういった雪山でも、まあ、入っていけるということで、まあ、そこそこ、まあ、林道もそうですし、こういった雪山、雪道もですね、走れるということで、それはね、いいんじゃないかなというふうに思っております。ということで、引き続き気をつけてですね、下っていこうと思います。はい、ということで、雪がないところまで降りてきました。ということで、2本目に走りました阿波ヶ山林道についてはですね、まあ、途中であえなくですね、まあ、スタックしてしまいましたので、まあ、引き返してまいりました。ということで、まあ、2インチアップいたしました私のリフトアップしたエブリィでございますが、やはりジムニーほどのですね、まあ、機動力はないということですが、まあ、フルタイム 4WD ということで、まあ、後輪がですね、まあ、滑った時には前輪が駆動するといったものでございますが、まあ、そこそこですね、走れることが分かりました。また限界が分かったので、これからですね、まあ、林道を走ったり、まあ、雪山走ったりする時にはですね、まあ、自分で限界が分かったんじゃないかなというふうに思っております。また1本目に走りました林道笠形線、こちらについてはですね、まあ、舗装路もあったり、まあ、未舗装路、あと若干の残雪もあってですね、まあ、私のような初心者でもですね、まあ、走りやすい林道となっておりました。ということで、現在時刻はですね、4時50分となっております。ということで、今からですね、もう帰宅しようというふうに思います。ということで、今回の動画は以上となります。それでは失礼します。